サブちゃん。サブちゃん。あ、もう喋っちゃいけないけ。いや、全然いいよ。サブちゃん。はい、いい。サブサブ。それだ。サブサブ。今日も動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録はこちら。肉。肉って硬いのが好きですか？柔らかいのが好きですか？硬いのが好きです。硬いのですか。いや、ちゃうやん。ちゃうやん。柔らかい方がいいよね。お肉を柔らかくする方法ってまあいくつかあって、それを今回一つの肉に全部ぶち込んでいく、どれだけ肉柔らかくなるねんっていう検証です。拍手。やったねやったねやったねじゃあ、綾鷹の紹介していいですか。急に。今飲んでんのは綾鷹でした。トランジション。使う材料これ、ブルガリアヨーグルト、まあ、プレーンやね。ブルガリアじゃなくてもいい。で、パイナップル、キウイ、玉ねぎ、うん、この4つやね。まあ他にもね、お酢とかあんねんけど、まあとりあえずこれでやってみるわ。肉2つあるんやけども、1つは検証用で何もしない肉と加工する肉に分けるから、まあ1つだけね、置いておきましょう。はい、りょうけんくん、喋ってもいいけど邪魔をするのやめてくれる？まず肉に加工すると、肉を柔らかくするステップ1、穴を開けろ。まああと叩くとかもあるんやけどね、今回はそのそういうなんやろ、こう叩くハンマーないから包丁で穴開けていきたいと思う。はい、程よく穴が開けれたら、次はブルガリアヨーグルトプレーン、これに浸していくと。じゃあお皿にラップ敷いて、お肉敷きますと。おお、はい、こんな感じ。なんかね、ヨーグルトじゃなくても牛乳でも代用できるらしい。一旦これ30分寝かせます。じゃあ次はキウイ。アラジンって男の人ですか？私もそう、いつも分かんなくて。タイトルの人だから女性系なのかなと。はい、キウイ完成。キウイ完成。キウイ切れました。うまい。次、玉ねぎ切る。切り方はみじん切りがいいかな。え、ジーニーワンカップでもね。目が痛い。玉ねぎみじん切り。あ、アラジンや。アラジンや。アホニューアー。アラジンです。やば。完成度高い。アラジンのアラジン役。どうも、りょうけんです。よっちは？ジーニーですけど。いや、ただのヨッチ。ただのヨッチやないかい。ジーニーですね。もういつものヨッチ。ジーニーだ。ジーニーやけども。クソセクシーなんだけど。はい、ジャスミン行きました。ジャスミン。セクシーなんだ。ジャスミン来た。セクシー。これね、あれね、これ S サイズだったんだけど、ジーズ来た。両方来た。両方来て。うわ。あのね、やばかった。お尻がボーンで最後。パツパツやん。パツパツ。何を間違えたこれ。何が。ひげだよ、ひげ。何間違えた。何を間違えた俺。俺は何を間違えてるこれ。ああ、分からん。頭に何つけてんのそれ。ターバン。ターバンです。それジーニーな、ほんまに。ジーニーですけども。やば。ひげだよ、ひげ。どうしようでね。え、グッピーさん何役？これ、ジャファ。ジャッパーだよ。俺ジャッパーになりかけてるんだけど。次、最後パイナップル。パイナップルはここを掴んでひねると簡単にここが取れるんです。すげえ。うん、じゃあ待ったらみんなで食べましょう。あ、食べよう。余るから全然。てっぺんと地を切ります。パイナップルは最初。まあでもそんなパイナップルいらんかな。この4分の1ぐらいでいいかも。ヨーグルトつけた時にさ、柔らかくなってもうまいのかなそれ。まあ一応ヨーグルトは取る。今これなんか酵素で柔らかくしてるみたい。うん、じゃあこの余ったやつはみんなで後で刻んで、うん、上に乗っけるみたいな。そうそうそう、挟み上げたら多分いけるから。まあそんな使わんでいいね。はい、パイナップル切れました。これはもうちょっとね、肉に挟み上げていくだけでいいと思うんで、こんだけです。ダホーニューワー。おはようございます。ドラー。途中
歌入れましょう。仕込み中です。はい、仕込み中。はい、ありがとうございます。きつかん。ありがとうございます。うん、いただきます。完成度高いな、アラジン。うまいな。うん、え、自撮りでいくよ。うん、使われたくわ。うん。G にいる？え？ G に。おう、いいの？うん。G に食べ。ありがとう。いや、ラーメン屋のおっちゃん。あとスープに入れよう。すべての材料が切れたので、まあちょうどね、多分30分ぐらい経ったから、いいやん。ああ、いいやん、いいやん。もうかぶっちまった。白タイツを。じゃあこれ、つけてるヨーグルトからお肉を取り出す。アロンアルファ。はい。ヨーグルトから取りました。で、次は、玉ねぎ。玉ねぎに浸していく。じゃあ、ある王女で、お肉に玉ねぎをまぶした。これで、30分ぐらい。待とう。手洗いが、はい。お肉、何時間？もう2時間、1時間以上放置してる。うん。もうね、すごいよ。すごいことになってると思う。ちょっと見てみよう。うわー、ちょっと待って。すごいよ。あ、でもなんか触ったらわかる。柔らかくなってる、もうすでに。溶けそう、もうすでに。やば。これ焼いたらどうなんねやろ。で、こっからさらに、このパイナップルとキウイに浸していく。えらいことになるからもうこれ。玉ねぎに浸したお肉が、もうすでにめちゃめちゃ柔らかなってんねん。ご冗談を。バッチバチに柔らかいです。下にパイナップルを引こう。すごいね、それ挟むだけで、うん、一緒に置いとくだけでいい。そう、置いとくだけでめちゃめちゃ柔らかくなる。はーい、完成。完成じゃないわ。これで最終段階。肉に穴開ける、ヨーグルトつける、玉ねぎに浸す、で、フルーツで囲う。もうこれでもう最強に、最強に柔らかくなる、肉が。よし、じゃあ30分放置。おはよう。次の日、パイナップル浸したお肉見ていきます。次の日です。すごいですね。もうね、ひったひたやからね。まあ、これ、ね、使ったフルーツはお肉を柔らかくするために使ったので一旦抜けます。あー、な、昨日の方がちょっと柔らかかったくらい。硬くなった。うん、硬くなった気がする。冷やしたからかな。あー、まあ、それはあるかも。確かに、うん、冷やしたら。じゃあ焼いていこう。なるでーす。なるでーす。おはよう。おはようございます。何ですかこれは。こっち何もしてない肉で、こっちが究極に柔らかくした肉。今から焼いていくから、ほんまに変わってるかどうか検証するっていう動画。へー、食べるよ。かわいい。お肉ダメやろ。でもなんか今なるね、あの話してたから。そう、そんなこと言いましたっけ。え、言いました。あ、気のせい、気のせい。明日から明日から明日から。じゃあ食べよう。はい、強かったね。はい、何もしてない肉焼いていきます。完成しました。実食。おはようございます。おはようございます。昨日からどっちかの肉だけ超柔らかく加工した肉なんですよ。おー。まあ、工程としてはまず穴開けて、でヨーグルトに浸して、玉ねぎに浸して、フルーツに浸すっていう。もうまあとりあえずなんかまだいっぱいあるねんけど、できることをやった。どっちか。でそれでちょっと当ててほしい。ちょっと私分かっちゃうな。分かっちゃってる。分かっちゃってる。分かっちゃってる。ちょっと私。じゃあ食べてください。じゃあ、まあ、でもみんなに合わせるわ。とりあえずじゃあこっちからいきますから。はい。うんうん、柔らかい。全然柔らかい。そもそも柔らかいっていう。美味しい。うん、美味しい。うん、こっちの肉ですよね。うん、こっちわかんないから。うん、美味しい。美味しいですか。うん、よかった。こっち行くか。じゃあなるはダイエット中だからちっちゃいやつでしょ。あとで食べる。なんか分厚さ違くない。なんかね。まあ、なんでやろうな。いただきます。いただきます。うん、味が違う。味が違うね。味が違う。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ヨーグルト味。ええ、マジで。玉ねぎ。私なんかキウイが来る。玉ねぎの味。だ、だよ。ヨーグルト味する。もうなんか柔らかい
ちゃい柔らかい。でも味の方が気になるね、これ。あ、味が気になっちゃう、ちょっと。味付けがされてる感じも。マジで、うん、そんな染み込んだ。判定としてはどっちの方が美味しいですか。美味しい。うん、ちょっとちょっと美味しい。柔らかかったね。普通に柔らかいね、お肉が。うん、なんか安いお肉をなんかよくね、うん、こう柔らかくするためにみたいな、うんうんうん、じゃあクッピーも食べてみたら。いただきます。柔らかくない？柔らかい、普通に美味しいよね。柔らかい、普通にステーキ、ステーキって感じで、うん、美味しいです。美味しいか。うん、じゃあはい、こちら、はい、頑張ったやつ。なんかね、あのね、なんでも色が違うしね、なんかね、ふやけてるって感じする。ふやけてんのか、だから柔らかくなってるのかな。怖い、これは怖いのが怖い。いやでも全然ね、美味しいよね。味しない、ちょっと。なるほど、うん、玉ねぎが強い。そう、登場玉ねぎした。うん、劇的に変わったわけではないね。なんか、あ、いやでも柔らかいっちゃ柔らかい。なんか、なんだよ、ふやふやって感じ、うん、どっちかっていうと、うん、そんなよっちも食べる。よっちよっち、ね、じゃちょっとよっちもそっか、どっちが美味しいか、ちょっとどっちが美味しいか、うん、ちょっと見ちゃったんだよ。いやでも大丈夫、大丈夫、別に見てももう変わらん。もうあ、ソースつければいい、はい、ソースつけた方がいいかもね。ほんと、あ、確かにソースつけよう。いただきます。あ、いや、こっちから行こうか、みんなこっちから。こっちから行こう。ちなみにそれポン酢やから、ポン酢つけて。じゃこれもう、これ、うん、ポン酢つけて食べてください。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、おいしいでしょ。はい、じゃつけて。うん、はい、柔らかさがね、変わったかも。お柔らかさどうですか。違いありました。手組んじゃった、手組んじゃった。あ、でもこっち柔らかいかも。あ、うん、まあ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 、うんうんうん、多少慣れても変わるぐらいか。もちっとしてるかも、なんか。おお、わかんない。そのあとに食べた方が頑張ったやつ。頑張ったやつ、頑張ったやつ、うん、あ、頑張ったやつか、うん、そうそうそう。すっごい玉ねぎ染みてるよ、これ。やっぱり玉ねぎカーンってくるよな。あれ、待って、これこっち、え、ちょっと待って。そう、これが同じ肉ってこと、これ同じ肉。え、同じ肉これ。同じ肉。あ、うん、あ、こっち硬く感じるわ、やっぱり。あー、あー、じゃあ、うん、じゃあ成功だ、うん、成功だ。よかった、よかった、よかった、よかった。あ、でもこっちの方がうまいわ、やっぱ。あ、ほんまに。後から食べた方が、うん、あ、玉ねぎ買ってきてもらう。よし、肉屋やろう。え、肉屋やろう。肉屋、肉屋やります。ボンボンしたけど肉屋やろうか。はい、美味しかった、ありがとう、よかった、おめでとう。おめでとうと言いたい。じゃあまた次回のサブちゃんでお会いしましょう。ほわほわほわ。